はい、どうもこんにちは、ユディです。ブラキディオスの装備が来てから挑戦者がつきやすくなりましたよね。以前では不可能だった挑戦者7に汎用スキルをつけた3段貫通弾のヘビー装備を組むことが可能になったので、今回は挑戦者レベル7を搭載した3段貫通弾の汎用装備を紹介したいと思います。はい、それでは早速見ていきますね。これまず1つ目、迫撃を使ったシールド3段ヘビーになります。スキル見てもらったら分かると思うんですけど、挑戦者レベル7がついて、で見切り5、ガード性能5、体力増強3、属性解放3、で懲戒弱毒3ずつに3段豪射強化が2ということですね。でなんで 30% 調整してるかっていうと、挑戦者レベル7を含めると 50% になるからです。アイスボーンになってから壁ドンで挑戦者の維持が楽になりましたよね。はい、そして弱点特攻を3積んでいるので、これによって弱点部位傷つけ時常時 100% を実現することが可能となっております。で防具構成が普段のまあ、汎用的な3段装備の頭と、腕をブラキに変えたような感じです。これ頭のアルファがすごい優秀で、弱点特攻1にガード性能2がつきます。でレベル2のスロットが2つに1が1つで、腕が、挑戦者が2ついて、レベル4のスロット枠が2つあるような感じですね。これも単純にゾークアームとかの、まあ、上位互換かって言われたら、ゾークアームは攻撃がついてるから、これ。その、しっかりとした上位互換とは言い切れないものの、扱いやすい、ゾークアームみたいな感じですね。はい。シリーズスキルも発動しますし。ということで、装飾品を見ていきますね。装飾品はこんな感じで、スキル、あった。装飾品はこんな感じで組んでいます。これね、鉄壁解放と通撃体力が難しいかな。ね、鉄壁解放ない方は解放体力にしてもらうと代用することができるんですけど、解放体力も難しいよね。で、ここのね、通撃体力なんですけど、一応ここに、スロット、2スローを1つ開けてあるんですよ。一応ガード強化をはめてもらうように開けてあるんですけど、ここ通撃はめてもらって、ここ体力の複合玉にしてもらったら通撃体力は必要ありません。はい。あとね、ここね、一応4スロー開いてるので、割とその鉄壁解放がなくても近いスキル構成では組めるようになってます。はい。とまあ装飾品はこんな感じですね。で今現状この3段装備が一番ホットなんじゃないかなと自分で作ってて思いました。はい。ということで、それじゃあ貫通弾の方の装備も見ていきますね。はい、貫通弾の装備はこんな感じで組んであります。スキルは挑戦者が7、ガード性能5、渾身5。で、体力増強、属性解放3に、懲戒弱毒3ずつ。で、貫通強化2、見切りが1、心眼が1というような感じですね。これね、見切り1ちょっと変な付き方してるじゃないですか。これね、なんで見切り1つけてるかっていうと、会心率を 10% にして、で、渾身が乗った時に 50%。で、弱点特攻の分で 50% で 100% を考えたからなんですけど、これね、別に挑戦者がほぼ常に発動するので、見切りいらないかなと。私はつけてるんだけどね。これ見切り、わざわざ盛る必要はないです。装飾品で持ってあるんだけど、ここ、好きなものに変えてもらったらなと思います。はい。で、防具だね。あ、ちょっと取っちゃった。で、防具だね。防具は、ブラキ、ラージャン、ブラキ、ラージャン、ブラキというような感じで、最近出た2人の防具だけで組んでますね。ラージャン、これ、腰じゃないわ。胸と腰で、渾身が完結します。はい。で、スロットも優秀なので、ここは必ず入れるようにしています。で、頭、これも優秀なので入れてます。で、あと腕と、足って感じですね。で、見切りが必要ないので、ガルルが足じゃなくて、これ、ブラキ足を使ってます。これね、不滅の炉心核が必要なんで、ちょっと作るの難しいんですけど、まあ、周回したらいつかは出ると思うので、ちょっと頑張って周回して作ってみてください。はい。で、装飾品ですね。装飾品はこんな感じです。武器スロットが空いていて、ここの達人も正直つける必要ないので、ここも開くような感じですね。で、鉄壁解放で組んであるんですけど、また。これ解放体力でも代用効きますし、で、ここのスロットとここのスロットを使ってもらったら、まあ、多少は、代用が効くと思うので、ちょっと調整してみてください。はい。で、スキル構成はこんな感じですね。で、それじゃあ、一応もう貫通と、3段の紹介が終わったんだけど、一応ね、貫通弾、ベニカガチノシシっていう優秀な武器もあるので、ベニカガチノシシの方も解説しておこうかなと思います。はい、これね、一応、会心カスタムを1積んであるベニカガチノシシで、普通のカガチノシシよりも 10% 会心が高い状態となっています。
で今回は会心カスタム1積んだ体で話しますね。はい。で会心カスタム1積むことでベニカガチの獅子の素の会心率が 25% になります。今これ 40% ってなってるのは見切りを3積んでるからですね。これさっきの装備とほぼ一緒なんだけど、弱徳が抜けて見切りが3追加されたような感じですね。でこれなんで 40% で、維持してあるかっていうと、ここに渾身が乗ることで 80% になって、で挑戦者が乗ることで 100% になるっていう、まあ常時会心 100% を見越して、このスキル構成にしているといったような感じです。はい。でこれ弱毒1チョンってついてあるんだけど、これねブラキヘルムかぶんないと、まあ、どうもこうシリーズスキル発動させるのが難しかったから、まあついてるって感じで狙ってつけてるわけではないです。はい。まあベニカガチノシシに関してはこんな感じですね。で装飾品はこんな感じ。また武器スロが空いてますね。でこれはちょっと窮屈です。あの鉄壁解放がない方はもう属性解放と体力ぐらいじゃないと代用が効かないかな。でわざわざその常時開始 100% じゃなくて 95%、90% でも全然強いので、で、見切り3盛るのが難しい方は1とかでも全然大丈夫だと思います。ベニカガチの獅子を使う場合はね。あとこんな感じで装衣を着て装衣につけてもらっても全然大丈夫です。で架空の装備とか着てもらったらもっと盛りやすいかな、スキルが。うん。はい。ということで今回、新しい防具が来て挑戦者レベル7を組み込みやすくなったということで、三段ヘビーと貫通ヘビーの装備を紹介させていただきました。ちょっと装飾品が難しくなっちゃうんですけど、空きスロットもあるので自分好みにカスタマイズしてもらえたらなと思います。はい。それでは今回の動画は以上になります。臨海ブラキ強いんですけど、防具揃えると装備構成の幅が大幅に広がりますので、ぜひぜひ頑張って周回して作ってみてください。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はユーリでした。またねー。